この B が朝食でしたね。はい、アドミマックスの会場に着きました。サンディエゴのコンベンションセンター、こちらで、今日から2日間開催されます。去年も用意されていた黒いボードです。ここに来場者が思い思いのイラストや文字を書いていきます。それはまず朝フーディー、フード付きのトレーナーと帽子が配布されるとのことです。まもなくデイワン初日のキーノートがこのホールで行われます。これはライブ配信でも、行われますが、会場でエンターテインメント性の高いプレゼンテーションを生で見ようと、このように人がたくさん並んでいます。日本の取材陣はプレスのエリアに集まってきていまして、これから会場の前の方で発表を聞こうということです。ここら辺には昨日フォトウォークで一緒に歩いた国際インターナショナルプレスの人たちもたくさんいます。